ビルヘルム・ペッテション・ベリは、スウェーデンの作曲家、音楽評論家。ピアノ曲集、フレース A の花々は、代表作として、スウェーデン国内では有名。音楽評論家としてとはその毒舌のために恐れられた。ビルヘルム・ペッテション・ベリは、スウェーデン北部のボスニア湾に面する海岸の、ウランゲルで1867年に生まれ、北部のバステルボーテン海岸で、学校生活を送った。 音楽の素養は母から受け継いだ。母がベートーベンの月光ソナタを弾くのに聞き惚れたのが最初の音楽体験とされている。ピアノを即興演奏し、作曲することに生涯情熱を傾けた。1886年にストックホルムの王立音楽大学オールガン科に入学。すぐに作曲家で学ぶことも認められた。スウェーデンの中部地域で西にノルウェーと接している。 山岳地エムトランドはビルヘルムペッテションベリを魅了した土地でありインスピレーションの源だった。初めてのエムトランド訪問は1889年の夏。翌年夏に友人たちとハイキングに行って歌を作っては演奏した記録がある。1895年秋にストックホルムへ移り音楽批評を始めた。翌年には スウェーデンの大手新聞、ダーゲンスニュヘテルの音楽評論家として雇用され、1930年までそのポストにあった。彼の批評は正直であるが差しがあり、評論は大衆に受け入れられて読まれたが、同時に敵意と嫉妬を煽った。この期間は作曲家としては危機の時代であった。冠元楽作品では5曲の公共曲のうち認められたのは第3番、ラップランド。 歌劇は、アルンだだけだった。同時代の作曲家、ヒューゴアルベーンとビルヘルム・ステーンハンマルと比べると、どうしてもその影は薄い。1914年にイエムトランドのストゥーシェンコにあるフレースエー島に別荘ソンマルハーゲンを作り、自分では世界で最も美しい景色の土地と称していた。1930年より、その地に永住した。百九十六年に、 ピアノのために八曲の商品を発表し、作曲家としては成功したとみなされる。その作品がフレースエイ像の花々である。この作品は、エドバルド・グリーグの叙情小曲集を彷彿とさせ、さらにシューマンの影響を見ることができるが、すでにペッテションベリの作風が明瞭である。すなわち、表現力豊かな旋律、新鮮で独特な火星、柔軟なリズムなどである。 1942年12月にエステサンドの病院で逝去。病室の窓からは遠くフレースへ島を望むことができたという。ペッテションベリーがスウェーデン国民によって認められたのは多くのピアノ商品、ロマンサーと合唱曲を通してであった。死後50年経ってもペッテションベリーは未だにすべてのスウェーデンのクラシック音楽の最も人気がある作曲家の一人である。 公共曲は5曲が残されている。公共曲第2番、旅は、ハエと共に、は、当時ドイツより南に行ったことなかった作曲者が、南国を思い描きながら作曲したもの。助走に続く、主旋率は底抜けに明るい。公共曲第3番、ラップランドは、第2番とは反対に、北部を題材にしている。ラップランドは、スウェーデンとフィンランドの国境付近であり、 その民謡を素材として、公共曲が作られた。還元楽にピアノを加えていること、第二楽章スケルトで、独特の8分の10拍子のリズムを用いていることなどが特徴である。バイオリンと還元楽のためのロマンスは、10分程度の競争曲的作品。切なくも美しいバイオリンの旋律が効く者の心を捉える。代表作、フレース A の花は、 3巻からなり、それぞれ6曲から8曲を含む。技巧的には決して難易度の高くない曲だが、芸術的な完成度は高い。スウェーデン民謡に基づく歌曲が多数。ピアノの伴奏が美しいことでも有名。6曲のオペラがある。ありがとうございます。